しこう。さあ当たるか。残念。残念。はい。今の播磨屋橋は平成9年にリニューアルされたよ。ということです。京町商店街に。おまけ福猫さんの前にありました。よいしょ。さあ、いいな。起きた。当たりました。 GoTo コインゲットです。動画撮ってる時に来るもんですね。よかった。まだ実はこの商店街には何個か宝箱があるはずです。行ってみましょう。ここの前でよさこで踊ったりとかするんですよ、お客の時に。すごく昔からあるお店が多いらしいんです。やっぱ朝も早いんで閉まってますね、大体。よし。おった。マミーの下です。マミーの下。よし。まあそうですわな。でも豆知識出てきました。昔堀川に橋がかかっていて、そこには芝天が住んでいたと言われていたことから、新京橋のシンボルは芝天なんだよ。この辺のね、恵比寿芝天っていう、チームですからね、この辺りのよさこいチーム。まあ全国の方、芝天っていうのは分からないと思いますけども、高知に昔からいる、妖怪なんですよね。カッパに似た妖怪で相撲を取るのがすごく好きで、酔っ払いのおっさんを見たら、とにかく喧嘩を売るんじゃなくて相撲を売るという、そういう変わりらしい妖怪がいました。まあその芝天踊りというのもですね、なんか僕も習ってちょっと踊ったりとかもしてるんですけどもね、はい。まあお客とかに来ていただきますと、春のお客とかに来ていただきますと、その芝天踊りが見れますので、ぜひお越しください。ということで、トレジャーウォーク、まあ一応2つ商店街行きましたけど、全部高知市内回りたいと思いますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。ご視聴